はい、始まりました。シグル1の試合です。レフトがシグルさん、ライトがタイスさん、レフトバックがエリカさんで、ライトバックが千尋さんです。頑張ってください。優勝候補ということで、ここは強いですね。あんなのに気づいた、よかった。俺らのチーム大丈夫ですかね。来ました、来た、やばいやばい。ゆずきがちょっと汗汗してない、なんか言われたのか。いや、なんか来てましたよ。入れるぞ。まあ、後で聞こう。うわー、でかっ、アウト。あすみさんも終わったっすか、ファン試合。試合終わったよ、全部勝った。一応バックが強いんで、OK で、私と言いましたね。あ、強いっすね。それは強い。ありがとう。それは強い。まあ、連投の調子がなんかいい。あ、やばい、無理だ。お願いします。何試合目ってやった？ 17?めっちゃ遅かったっすよ。これ12ぐらいじゃない？ 13、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 
うわー、絶対やらかしたそうね。いや、まあでも24歳やけこっからそのどうなるかとか分かんないし、選手の皆様にお知らせいたします。予選の試合を第3コート、第4コートで行ったチームの代表者は決勝トーナメントの抽選をしに本部に来てください。予選の試合を第3コート、第4コートで行った選手の代表者は本部テントに抽選をしに来てください。ごめんね、シュー。いいじゃん。来てくださいよ。やばい、ちょっと叩きになります。序盤の
助けてください。本当迷惑かけたくない。本当にね、限界まで飲んだら、はい、いけるんだすごい。だけ限界じゃないんですよ。限界の多分一歩手前の一番きついと思う。そういうことじゃないですよ。今の対処方針、やばい、諦めれば先輩と組んで、ほらやばいっすもん。なんか無礼じゃないですか今チームのあれは。見つるのがバレたみたいなやつでどうなりますかね。ユジオさんとも止めないですか。止めない。うわそれはユジオさんがね。まあ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 、ユジオさんと組みたかった。バレたらどっちも出れんくなるから。そうっすよね。まあそれより緩和しちゃう。ミツル進んだことないよ。ないっすね。全然打ちやすいですよ。ミツルは全然いいけど、やっぱ4年生最後じゃないですか。ユジオさんと組みたかった。もう終わりました3試合。やばいじゃないですか。誰でしたっけ。ああ、でも次勝てばあるっすよね。頑張ってください。やべえ、もうそろもう治っていいのか。ちょっと長いな。
見えん、暗くて。なこれ暗っ、画面まさくらやん、さよう。あ、終わった。9対16で勝ちました。おめでとうございます。お知らせいたします。第4コート、あ、終わった。9対16で勝ちました。おめでとうございます。チームドライの試合を